前回のサンドンチ、これあんばん崩したあんだよね。つうことでスタート。サンドです。どうもです。今日はね、方言で編み物じゃないんだあのね、お披露目できるようなの編んでなかったね。お試しばっかり編んでだったんだよ。だから今日はただね、喋りながらこんなのどうかなーっての試しながら喋ってこうと思ってます。なんかこう方言で編み物なんてやってで、こう若干さ、いいもの編まなきゃーみたいなね、見てもらいたいなーみたいなのね、あったんだけど、いやそればっかりじゃ私自分でね、編みたいもの編めなくなっちゃうなーとかね、若干考えたりして、あのね受けるものをとかさ、そういうね気持ちがね出てきてんじゃないかなって自分の中でね戒めいやいいんだと思うよ。見てもらいたいっていうのをね意識しながらとかっていうのも、あでもね、まあ自分でなんでうわーっていうので見せたいって思ってたんだけど、そればっかりね、そればっかり考えると楽しめねえなと思って、普通に今日ねお試し見えこれ焦げ生えだみたいなの編んじゃった。ポストカードでね、あの残ってだったやつ、ハンドウォーマーとかさ、靴下防寒崩したとかさ、編んだ時の残り、どんなもんかなって。まだ他にも持ってんだよ、ちゃんと持ってんだけども、ちょっとどうやったらもうねいい感じにでいいかななんつって試したらさ、とんでもないものつぶっちゃってさ、これはねえなって思ってんだけど、どうせならこれですね、両方編んで、私多分ね冬に、いやだってね、こういうのっていい、あの好みだから、人の好みだからさ、好き嫌いあるでしょ。いや意外といいじゃんって思う人いるかな、いるかもしんないだからあの思い切って見せちゃおうかなっていうので、あの人柱になった結果、こんな色。いやでもね、悪くは、近くで見っとね、あれかな、なんていうかさ、緑がね苔っぽいの。あのね、これはね、石垣、お城の石垣に、焦げ蒸した石垣に春が来たって感じ。ほら、タンポポとか、芝桜、桜ですね。そういうイメージで編んでたんだよ、なんて。いやいや、そんなことない。なっちゃった。でもなんか、せっかくだから、編んじゃおうって思ってね、今、ここまで来てる。あのね、もうね、この辺でね、あれ？ちょっと様子が違うぞって気づいたの。このつま先のあたりでね。でもこの辺に来たら、あれ意外といいんじゃないかなと思って来て、またここで、あれって思って、またここで、あれれれれ。でもね、多分ね、意外と可愛くでいいんじゃないかなね、つってね。励ましながら、自分を励ましながらやってる。いや、そんな日もあったら、ほどいて、ね、新しいの編めばいいじゃんって思うかもしんない。思うでしょ？意外とさ。いや、これ好き。いや、青のり、あ、わかった、これ、青のりっぽくない青のり。青のりソックス。いや、いいの。こういうのも試してね。みんなね、完璧なのばっかりじゃなくて、わ、これも編んだったなー、みたいな思い出の靴下とかさ、楽しいんだ。私、こういうのもね、好きだからさ。綺麗な、美しいでしょ、みたいなのばっかりじゃなくて、いいの。こういうのも作ってるよ。失敗だって、失敗とは言えない。やばい、失敗って言っちゃった。はい、失敗だって自分で思ってくじに出ちゃったね。うっかり。ね、今日は、そういう感じでね。始めたってか撮影し始めたんだけど、実はですね、昨日ね、本当は撮ってアップしようと思って途中まで撮ったんだけど、挫折したものがあのね、これ、じゃじゃーん、これ、
あの、アンバン崩したね、アンクルバンドの崩したを、ね、私が編んだやつ、ね、これ、色違いを編みながら、編み方をどういう感じで編んだよっての説明しようと思って撮ってたんだけど、やっぱりね、あの、崩したになると、あの、編み方ね、説明うまくできないんだっけできなくって、挫折しちゃって、今日になった。で、やっぱ浮かれでやってちゃダメだなって、もうちょっと上手になるっていうのを目的にしなきゃって、楽しみながら編まなきゃっていうので、なんか初心にも戻ろうみたいな。あのね、あの書いたんだよ、ほら。見て、これ。一応ね、説明したいなと思って書いたんだけど、ごちゃごちゃしててわかんない。しかもさ、この絵さ、なんか見たことない？こういうの、スーパーで。あの、うさぎじゃね？うさぎって言っちゃった。豚と、牛、あの、とかを、なんだ、断面図にしてさ、この部位は、ロースだよ、とかさ、ハラミだよ。カルビですみたいなね、そういう断面図みたいになっちゃった。だからね、この辺これ書いた時にちょっとやっぱり難しくて説明できねえなっつうかさ、あの人いるかなみたいなさ、この一生懸命説明したところでみたいな、なんか自分の中で疑問が生まれてきて挫折したの。でこれね、あ、カンカンってなってた、かわいい。これもね、ミルフィームで編んだんだけど、可愛いし、若干ね、ここ、短くしたの。短くてもいいのかなと思って、短くして、もう涼しいやつね。で、うん、可愛い。まだ水通しも何もしてないけど、いっけ。でね、あの、どうもね、この、止めるところね、私、伸びる、伏せ止めだかっていうのを、やってたつもりだったんだけど、なんか最初に覚えた時もうちょっと綺麗にできたのにおかしいなーって思って、動画見直したらいろんなのね、なんか間違ってたみたいで、このね、今回もう一回ちゃんとやり直したら、今回は完璧に覚えたつもりなんか大丈夫っぽい、いい感じになったつもりでいる。なんかこうね、もうちょっとキュッてやれば、きつくやればいいのかなと思ったけど、緩めにした、剥ぎにくくなっとこまっからさ、でもほら、ちゃんと伸縮してくれる。これ、ね、このね、苦労して、あの、編み方動画もうまくできなかったんだけども、ここ上手にさ、編めるようにな、上手にって、いや、違う、編み方をしっかり、上手とか言っちゃった、自分の中では上手になったつもり。うん。なんか覚えただけでも収穫だったかなーって思ってたの。つうことでこれはまあね、おいどこで今回ね、方言で編み物じゃないよなんて言ったのはなんでかっていうと、ほら、あの、いいもの、なんか方言で編み物っつってね、いつも出来上がったこんなの編んじゃったよみたいな見せたいなとかって思ってやってたんだけどね、こんなの編んじゃったでしょ、でなんか堂々と見せるね、え、見ないでって、どっちがつさい、やこんなの編んじゃった隠しておきたいようなもの編んじゃったんだけど、でもまあね、これとこれ組み合わせるとこういう風なことになっちゃうよっていうさ、まあ人柱試しちゃったっていうのを見せておけば、まあこの組み合わせね、やっちゃう人はあんまりいないと思う。つかさ、意外と、え、これいいじゃんっていう人もね、いるかもしんない。他にはね、こういうのが好みだよっていう人が、いっかもしんない。ね。まあ、ね。これね、人それぞれだから、好みなんてね。で、私の中では、やっちゃった、みたいな感じ、感想としてはね。なんつんだろうな。かといって、あのね、編んでる時に、ああ、もう飽きちゃったなって思う靴下ってあるわけ。なのに、これね、見た目いまいちなんだけど、いまいちっつが全然もう青のり靴下なんだけど、あのね、飽きないの。もしかしたらとかさ、希望を持ちながら編んでる柄かもしれないんだけど、色変わるでしょ？青のり色強くても。
だから、あの、飽きないで雨出ます。今のところ全然。うん、サクサクって雨出るわけなんだけど、三大張りですね。いらない情報だった。編まないからいらないよ、そんな情報だって。そんなこと言わないで聞いてよ。あの、職場とか、職場じゃないけどさ、誰かにさ、全員にこういうの編んであげなきゃとかっていうことが あったとするじゃん。ちょっと悪いことなんだけどさ、この人あんま好きじゃないんだけど、この人にもあげなきゃなって思った時さ、この組み合わせでね、編んであげなよ。ひどい。いや、そういう時ぐらいしか使えない組み合わせで編んじゃった。このね、かかとの部分はね、なかなかほら、緑色ないところは可愛い出来だよ。緑色ね、この緑と茶色ね、やっぱ、単色つかこれのみで編めば素敵なのなんだと思うんだけど、やっぱさ、出来心っつうかね、やばいね。やばいねって言いながら編んでる。楽しいもんだって。このやばさ具合が最初ね、もうこうの時点で気づいてたって私、ほら最初ねこうだけ見えた時、あれ意外と可愛いかもしんないなって思ったけど、ここで絶望、なんか絶望したんだけど、ここまで編んできたんだよみたいなね。これ履いて外に出てさ、知り合いとかに会ったら、あれサンドさん靴下汚れてんじゃないなんて言う、そのやつ。まあ、そんなね、知り合いいないけどさ、言われるほどね、突っ込まれないでさ、うわ、汚いの履いてんだって思われたらどうしよう。なんて想像しながら編んでんだけど、これ上までさ、長く編む気力のってかな。まあいいや、編んでこう。ね、記念のソックス。ねえ。ねえ、なんで、あ、そうそうそう。方言で編み物ってやんないで、こんなね。普段だったらね、これはね、これね、自分の中でしまっとく感じの靴下なんだけど、あえてこれ見せてるっつうのは、ちょっと理由があって、あ、いい機会だなーって思ったの。でね、いつもね、なんかこう、見て、みたいなね、可愛いのできたんだよ、みたいなさ、自分の中でさ、納得して、可愛いのできた、見て、なんてね、やって、こう、いろんな人に見てもらいたいな、みたいなね、思ってやってだったの。で、だんだん、それやってるうちに、なんて言うんだろうな、編み物、ほんと、杉でやってっから、いろんなものを編みたいんだけども、見てもらいたいっていう思いから、自分がね、本当に編みたいっていうよりも、これ見せたら喜んでもらえんじゃないかみたいなね、こう、いやらしい気持ちみたいなのが少し芽生えてきてだったの。やば。で、そういうのを、狙って、でやるようになったら全然編み物とかさ楽しめない気がして、そんなんじゃダメだぞって、お前ってね、自分でね、今ブレーキかけて自分のね欲望のままに編みたいものとかさ、こっちをできるだけ見せたくないようなものも、こんなの作っちゃったよ、おかしいでしょって笑えるようにね、なっていきたいなって思って今ちょっと方向を変えれるんだって。私やっぱね、編み物本当に杉っていうかさ、分かってもらえるとは思うんだけど、この編み物して喋ってんのが、私がね喋れる話題ってさ、編み物しながら喋る話題ぐらいしか私分かんないからさ、こうやって何編んでんのとかって聞いたり、ね、みんなの編んでるものを何編んでんだろうって想像したり、自分はこんなの編んでるよとか、こんな毛糸欲しいとかさ、こんな毛糸持ってるんだいいなとかさ、そういう情報とかね、なんか自分の中ではね、アメンジャーズ
そうね、聞いてくれる人たちのことアメンジャーズって呼んでさ、アメンジャーズの人たちと交流してるつもりでいだったわけで、実際私の中ではそういうつもりで、あのコメント読んだりね、いやもうほんとみんなが編んでるやつ他の人にも教えれたら、あの他の人たちもね、いろんなの、あこういうの編んでる人もいるんだって、あの配信してる人の編み物だけじゃなくてね、いるんだとかっていうのを、なんだ YouTube 以外でさ、SNS みたいなのをやってない人とかもそういう情報を仕入れれたら、身近な情報ってやつ、あれじゃん、漬物漬けっときにさ、隠し味にこれ入れると美味しいけよみたいなさ、なんか、ね、口コミみたいなやつわかんないけどさ、例えがさ例えがほんとシュークなんだよ。そういうなんかちょっとしたのでね、コメント読んだりとかしてだったので、あのそういうので楽しんで一人でね喜んでさいだったんだけど、これ多分ね、楽しんで見に来てくれて楽しんでくれてる中にも、そういうのの中にね、一緒に入りたいっていう思いとかだったり、あそれはちょっとっていう思いだったり、いろいろあると思うんだ。で、私がね、こういうの編みましたよみたいにね、写真とかね、サムネイルにすることによって、そういう楽しみ方じゃない、なんだろうな、私はこんな、おかしいの編んじゃったとかっていうのもやりながらやってんだけど、それだけじゃなく、本当に、なんて言うんだろうな、いいものを編んでる人かもしれないって思って見に来てくれる人が、いるみたいなのね。いるみたいっていうのも、それは私がやった結果来てくれた人だから、私が原因なんだけども、ね、それでコメントとかも書いてもらったりとかね、することがあったので、そのコメント動画書いてもらう中で、っていうのとかねでそれを書かせてしまったのは私が原因なんだけど、100均っていうかね、ダイソーとかそういう系統ばっかりじゃなくて、しっかりしたソックヤーンで編んだのを見せてくださいって「みたいなね。だって「私は今練習中なんだ」みたいなね。でお返ししたら、その次、なんか100均の編んでんのばっかり見てもつまらないので、いい系統で編んでください、編んでほしいですって来たのでね私はそういうのだったら他のチャンネルさんいっぱい、いい系統で編んでる方いっぱいいるんで、そっちへ行ってらっしゃいってね言って、消したんだけどね結局私がただほらこんなしてね、ふざけでね喋って編んでるだけだったりするんだけど、楽しみ方がね、楽しみ方違うな、コメントとかでも私はできるだけね、わざわざね、楽しいよとかね、こんなの編んでるよって書いてくれるから、もうそれによって嬉しいから、できるだけ返してたわけ。私もそういうの編みたいなとか本当思うから、ね、遅くなったりする時あるけどコメント返したんだけど、そういうねいい系統で編んで見せてくださいって思った時
私は相手できねえわって思ってあの、なんて言うんだろうな、そんなのばっかりばっかりって、そんなのばっかりってね、あの私が楽しみたいのはこういうねいや、それはそう、私だってさ、オパールの毛糸とかは、ほら、手染めの糸とかはわかんないよ。私使ったことないからさ。どういうのをその人が刺してるかわかんないんだけど、なんか、それがつまんないですってね。だからね、その糸がわかんない。他のチャンネルと比べて言ってんのかもしんない。でね、そんなね、わざわざね。みんなでこういう系統、100均のこの系統楽しいよねとかっていう、なんか情報交換してんのがもうなんか嫌だったのかな、わかんないんだけどそんな額くらいだったら自分でさ、そのなんかいい系統を使って編んでるチャンネル自分で作ってやればいいじゃんって思ってで、あ、で、あのね、何でも、あ、来た人を、コメント書いてくれてありがとうとかね、見てくれてありがとうとかね、見てくれてでもないんだよな。あの、楽しんで、一緒に楽しんでもらえてるっていうのが、一緒に編んでる気分でね、楽しんでるっていうのが楽しいから、私もやってるわけなんだけど、ああ、そういうのがちょっと、私の中でも、ほら、あの、一緒に編みたい人っていうのは、ね。一緒に編みたいみたいなのって、私にだって理想あるわけじゃん。サンドさんのさ、靴下いつもそういう糸じゃんって、もっといい毛糸で編みなよってさ、ね、編んで見せてよなんて近くで言ってくる人とかとは一緒にね、編みたくないわけよ。ですね、その人を大丈夫って思ったわけで、それはね、わざと書いてんのが、あの本気で書いてんのが私には理解できなくてなんか面白って面白えなってだよね。何でもかんでも私あの受け入れちゃダメだなって思って、であのいいものばっかり編んでるような印象で遊びにね、見に来てくれた方をに誤解を与えちゃいけないっても思ったし、ほら、あのね、ちらっと見るだけだとそう思うのかもしんないね。で、あのこうね、動画を聞いてしまった人はうわーってなまってるバーバーが喋ってるみたいなね、思う、ね、気づくでしょ。だからそれを気づいてかもわかんない程度にチラッと見て、あとなんかそういうこと、希望願望みたいなのを書いていられるっていうのに、ちょっと私自身も疑問だったり、あとちょっとめんどくさい人来ちゃったなみたいに思ったからあえてこういうのやってこう、あ、こういうのわざとやってんじゃないよ、たまたまこんなの編んじゃったから、あ、いいきっかけだなと思ってさ、やってんだけど、こんなね、誰もさ、興味なさそうなの編んで、でもたまたま暇だなーって見に来ちゃって聞いちゃった人がね、寄ってくるチャンネルぐらいにしておこうかなと思ってこんな興味なさそうなのがさ、わざわざ投下していくっていうね。ちょっと、攻めてない？今ね、ストロングスタイルでいこうかな、みたいな。私、だって、ね、最初本当にさ、自分がこうやって、そういうこと書かれても、ウケる、みたいな、ウケる、みたいな。なんか文句言われたら、それに対してさ、逆に、パンチし返すみたいなの、こう、楽しいからね。そんなのでやってたのを、だんだんさ、こう、理性みたいなのを持ち始めたら、私じゃないなって思って。ダメかな？いいんだ？
つごとってさ、こんなことやってる。だってさ、みんな、ね、私の、なんて言うんだろう。楽しみってさ、こんな、最初こうだったもん。いたずら心とかさ、なんかそういうのあったはず。あれおかしいなって、いつからは、なんか私もさ、自分自身で勘違いしてきてたんじゃないかな、みたいなね。ね、みんな、なんか私にいいものを作ってって求めてんじゃねえかな、なんてさ、勘違いしてた。ね、ね、バカ野郎だったからさ。自分でさ、自分のほっぺ引っ張りで、夢から覚めなさいってやんないとさ、やばいよね。つうことでさ、今回こんな動画にしてしまいました。え、これさ、え、このまま編んでいくつもりだけど、次、ね、やっときさ、あれ、でもね、ちょうどいい大きさ絶対。もう片方編んで。結構やばくないこれ。ねえ、こんなこと、本当に私ね、いつもこんなことやってね、やばー、このセーターやばーとかってね、こんなベストどうに、え、誰着るのこんなのっていうのね、去年のね、今頃ほんと編んでだったから、こうね、自分で編んで受けるみたいなのね、やってたの。安い毛糸っていうかね、ほら、特化品の毛糸で去年練習して、だったし、それがね、悪いって全然思わなかったし、練習。だって、楽しさ、それで覚えたし、もちろんね、もうこれからね、私だって、ちょっとね、買ってある毛糸とかあるからさ、それでも編んでるよ。バランス。ね、人間ね、バランス力じゃないけど、バランス取るのね、大事だよね。そう。だよな。こんなのでもいいよ。こんなのでもね。何作ってんの？サンドさん何作ってんの？そんな変なの作ってんの？ね、たまたま見た人が、そうやって、ちょっと、え？信じらんないもん作ってんなとかさ、そう思う程度のチャンネルにしていこうと思うので、ここまで見た人いったな、まだ。つーごろで、この辺で終わりにしとくかな、今回。つーごろでばっかり言ってんね。ここまでね、見てもらってありがとうございました。次はね、んそこそこいいの作るつもり。つもりだからね。期待しないでね。期待してないと思うけどさ。じゃ、またねー。